皆さんお元気ですか？牧師 YouTuber の菅野直樹です。今日も出前牧師菅チャンネルにようこそお越しくださいました。どうぞお入りくださり、最後までご視聴お願いいたします。グッドボタンやまたチャンネル登録、ベルマークを押していただいて、毎日見に来ていただけると嬉しいです。さて、本日1565回目、7月19日金曜日、不公平な愛という題でお話をしたいと思います。両親が健在であるということ、それに感謝するとともに、クリスチャンホームで生まれ育ったということに対して、今更ながらに感謝だなと思っています。もし私が親に捨てられたり、親から虐待されたり、悲しく不幸な環境で生まれ育ったとしたら、どうだっただろうかって思います。今どんな人生を生きていたか分かりませんし、想像できません。しかし一つ、分かることがあります。神にあっては全てのマイナスがプラスに変わるということです。人間的な面において恵まれた環境に生まれ育った人が必ずしも祝福されているかというと、そうでもありません。現状で満足してしまうと、神様の愛によって心を満たすことが難しいからです。しかし不幸な環境に育った人の中に、意固地になったり、自分を呪い、自分の人生を呪い、神を呪っている人を知っています。私はその人にこそ、そのままで終わってほしくないと強く願います。心痛めます。神の愛はマイナスが大きければ大きいほど、もっと大きな愛で満たしてくださいます。それは不公平だと思うほどです。しかしもし、この不公平な愛を知らないまま生き続けるとしたら、なんと悲しく、なんと理不尽なことでしょう。この人が神様の愛を知ったとしたら、その愛だけで満足し、満ち足りて感謝できる人になれると思います。その一人の人のために、私は伝道をしたいと、しなければいけないと思います。こちらで人を選別することはできません。この世で苦労し報われない人生を生きた人にこそ、神の愛を知っていただきたい。私はそう願います。すべて疲れた人、重荷を負っている人、私のところに来なさい。私があなたを休ませてあげよう。不公平な愛。あなたを誰よりも愛しておられる、この神と出会ってください。お祈りいたします。天のお父様、ありがとうございます。神の愛に出会い、そして不公平なほど愛してくださる、その神の愛をたっぷりと受けて、マイナスが大きければ大きいほどプラスが大きくなる。プラスはプラス、マイナスはプラスに、すべてがプラスに変わる神の愛に感謝し、一人一人が幸せに生きていけますように、イエス・キリストのお名前によって感謝してお祈りをいたします。アーメン。最後までご視聴いただきありがとうございました。また次の動画でお会いいたしましょう。その時までごきげんよう。さよなら。